日本埼玉県埼玉市北区トロ町トロ町は埼玉県埼玉市北区の町名。現行行政地名はトロ町1丁目、トロ町2丁目及びトロ町。住居表示水市地区。郵便番号は331-0804。本校ではトロ町の前身で現在も残存する大技トロとその前身であるトロ村についても述べる。 埼玉県埼玉市北区南部の主に大宮台地上に位置する。地区の東部で、見沼に、南部で、樹濃町や盆栽町に、西部で、上竹町に、北部で、本郷町に隣接する。町内は市街各域に指定され、宇都宮線トロ駅を中心として、住宅地が広がっている。見沼の北部にあたる芝川沿いの中石平野の地区は、トロ町から分離して、 三ヌ一丁目の三丁目となっている。住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、トロ町一丁目39番10の地点で23万千円、平方メートルとなっている。元は、江戸期より存在した武蔵区に足立郡大宮領に属するトロ村であった。村内は上トロ及び下トロと指摘に区分けされていた。村高は、昭法年間の 武蔵国伝園坊では198国余り、元禄号町では195国余り、天保号町では、神殿開発により高開でされ902国余りであった。スケは、中仙道大宮宿に出役していた。活性期の世帯数は64件で、村の規模は、東西5町、南北20町余りであった。トロは、トロと同義であり、 水をたたえるミヌマタメイの様子から生じたものと言われる。ことぶきの在家、須崎、黒塚、新名、稲荷、ミヌマ、ミヌマ南2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。とろ駅が所在し、 駅前や産業道路周辺を中心に多くの商業施設が立地する。トロ西口郵便局は上竹町2丁目に所在する。ありがとうございます。